どうもこんにちは、太郎です。今回も面接をやっていきます。造反カウンターですね。みんなどうなっちゃうんでしょう。イソギンチャク可愛いからほっとこうって思っちゃうんだけどねなんかあのままのイソギンチャクの状態のみんなもずっと見てたいっていう気持ちもあるけど、治るんだろうか。ストローラウンジ、ん、君は頭にイソギンチャクがついていませんねついてねえよ。今はスタッフミーティング中です。部外者はご遠慮いただけますか。あー、やっぱり言われてしまったか。部外者、部外者。俺は自分の力で勉強した奴らと真っ向から競い合って勝ちたかったんだ。あ、真剣勝負がしたかったジャック君ですね、これ。それがあんたのせいで台無しになった。十分に当事者だろうが。かっこいいな、こいつ。意識の高さに火がついてしまった下ちょっと面白くない？めんどくさいことになってきたってだってさ、ジャック行こうぜみたいな。自分じゃ、俺監督生が誘っといて、なんかこうなったらめんどくさいことになってきたってちょっと面白いからしたいんですよ。ジャック、俺様たちを助けに来てくれたんだぞ。そうか。勘違いすんなよ。俺はここにいる全員が気に入らないんだ。アコギな取引を持ちかけた奴、他人を頼ったお前らも、どっちの味方をする気もない。やっぱり真面目。お前何しに来たのそれな。いや、俺様、ジャックの言葉で目が覚めたんだぞ。実力で勝負すればいい。つまりアズールから実力行使で契約書を奪って破り捨てれば無効なんだぞ。こいつめちゃくちゃだ。さすがだわ。そう来るとは思わなかった。実力で勉強するんじゃなかった？違う？言われてみればな。得意魔法がないとはいえ、こっちは人数がいるんだ。やっちまえ。大丈夫か？イソギンチャクつけてるけど。そう、ダメだ。来ない。こっちは逆に意識が低すぎる。ダメだ、この人たちかな。やれやれ。あまり手荒な真似をしたくないんですね。ジェイド、フロイド、少し遊んであげなさい。かしこまりました。やばい。こいつら全員閉めていい？やったー。用心棒が出てきた。お手柔らかにお願いします。心配するな。頑張ろうぜ。全てうまくいく。ちょっと後ろで座ってるやつらよ、こっち来い早く貴族生ですね。許可しよう。次は何で来るかな、これ。火で行くか、木で行くか。この3人か。アズールが来て、木2回使ってきましょうか。オッケー。オッケー。どうかな。お安くしておきます。何やってんの。ダメージ無効化って出んかったよ。あー、強い。いかがでしょう。そんなのある。優しく引きだったか。貴族生できればよかった。結構難しいかもしれん、これ。結構属性バラバラですね、相手も。最初何で来るか。水使っておきましょうか。火の確率が高い。やるな。次は木。やるな。ジャック君頼む。情けねえ面だ。お安くしておきます。ダメージ無効化って何だ。いただきだ。水だ。今だ。取引しますか。ここは俺が。何これ、どうやって勝つの、これ。この時に最大火力でいく。いいだろう。次は水。いいだろう。ビドル君2人で力になります。反論はなしだ。頼む。見せてあげる。逃げてもいいんですよ。いやー、き
ついなぁ。いや、マジか。火だったか。逆疲れましたね。めっちゃむずい。4ターン目。水の確率高いかな。水で行きたいところだけども、これ木。奇策を取ろう。え？使っておきましょう。サポートは慣れてる。何やってんの？いいキャラするじゃん。前。これやばいわ。これ耐久だっけ？いいか。オッケー。第3章戦闘難しくなってきましたね。あーもうこれきついっすね。考えた。よろしい。よろしい。いけるかな。お安くしておきます。ダメージ無効化っていうのがきつすぎる。かわいそうにね。あこれダメだ。これはどうか。ほら負けてしまった。これはこれは大健闘でしたね。強い。編成を変えることにした。 HP 重視にしました。 HP 重視かつ、フレンドさんをちょっと強い人で来ました。これでなんとかなると思う。なんて不幸せな人なんでしょう。心配するな。すべてうまく。オクタビネールの3人がこっち側にもいるっていうのがちょっとあれだけど、まあいいか。さてさてさて、耐久なんでね。そうだな、分かるときは弱点つきたいですね。しょうがねえな。火。なるほど。で来ると思って火でいきましょう。お安くしても力になります。いやもったいねえな。こう待ってもダメージ無効なんだよね。わからない人。お、読みが当たった。オッケーオッケー。優しくします。アズール強いな。マジで全属性なのもちょっと対策が打ちづらい。いやこれわからんな。確率的に言ったら火属性で来る確率は高い。やってやろうじゃん。確かに。次はどうせダメージ無効だから弱い魔法で奇策を取ろう。言っていいのかな。感謝しなよ。お安くしておきます。お、うまくいった。どうでしょう。オッケーオッケー。見逃します。身の程をわきまえ。マジで後ろにいるやつら頭にスギンチャク生えてんじゃないかな。あいつらも手伝ってほしいわ。どうする。水で。わかりました。多分アズールが来るんじゃないか。あ、違った。お安くしておきます。来なかったか。かわいそう。へい、行かせない。次はやった。ほら前回よりだいぶマシになってるな今。ダメ。うわ、めっちゃ火属性きそう。火ぶつけときましょうか。いやでもな、ここは勝負に出ようか。火の火。承知しました。さて力になりますよ。やっぱ火か。消えて消えて。いきます。次。いやこれでも耐久はなんとかいけそうですね。承知しました。マジでダメージ無効っていうのが厄介だったな。お安くしておきます。サポートは慣れてお気に召しました。 HP 重視で編成するっていうのも大事なんですね。さあなんとかなりそうかな、これで。いいか。うわ勝ったっしょ。よっしゃ。なんで勝てると思ったんだっけ。手こずりました。
どいつもこいつも弱い。締めがいがねえな。まるで無力な稚魚の群れですね。稚魚の群れ。アズールってやつ、どんだけいろんな魔法が使えるんだよ。反則じゃん。アズールの持つ金色の契約書がエースたちの攻撃を全部弾いてんのか。そうなんだ。どんなユニーク魔法なんでしょうね。そう、日頃自分がどれだけ得意魔法に頼ってたか分かるな。リュースの得意魔法なんだろう。釜を出す魔法かな。大釜のリュースだから。火を出さないグリムとかただのタヌキだわ。確かに。だな、俺様はタヌキじゃねえ。心なしか元気ないぞ、グリム。皆さんはこの金の契約書にサインをした。正式な契約は何人たりとも破棄できない。どんな魔法を使うが、この契約書に傷一つつけることはできませんよ。めっちゃ強いな。めちゃめちゃ強力な。頭にイソギンチャクが生えている限り、君たちは僕の命令に従わざるを得ない。まずはこのラウンジの清掃をしてもらいましょうか。次に食材の仕込みを。さあ立ち上がってキリキリ働きなさい。マジかよ。つら。ジェイド、フロイド、新入りの指導は任せましたよ。はい。サバナクロー寮のジャック・ハウル君に、オンボロ寮の監督生でしたね。君たちもどうぞお引き取りを。次はぜひお客様として店においでください。いつでも歓迎しますよ。おい監督生、一旦戻って仕切り直すぞ。グリムたちが。さっきの勝負を見てたろ。丸腰じゃ話にならねえ。こんなピンチあるか。第三章どうなっちゃうんだろう。ちょっと立て直しましょう。学園ビジネス。ボロ寮。頭にイソギンチャクをつけられた奴らはテストでいい点を取るために、うん、アズールと契約してまんまと騙された。ってことで間違いなさそうだ。そうだね。上位50位に入ることって条件だったようだが、あれだけ大量の生徒と契約していれば、ほとんどの契約者が50位からあぶれることになる。最初からアズールはそれを狙ってたってことか。いやー、頭いいよな。グリムが80点以上取るなんておかしいと思ったよ。思ったし、アズールが真面目にやったら90点取れるって言って、グリムが85点しか取れてないのがめっちゃ面白かった。ったく、他人の力でいい成績取っても何の意味もねえだろ。自分の力を周りに示せる機会を棒に振るなんざ、それこそバカだ。学園の生徒全員がハウル君のように自意識強めで面倒くさい。学園長どっから出てきた？いや、真面目だったら私も苦労しないんですがね。うわ、学園長、びっくりしたね。びっくりした。はあ、今年もアーシェングロット君の商売を止めることができませんでした。どういうことですか？アズール・アーシェン・グロット君、オクタビネル寮寮長を務める2年生です、うんうん、ローズハート君同様、2年生にして寮長を務める非常に優秀な生徒なのですが、少し、いえ、だいぶ問題がありまして。問題がある。問題って、詐欺行為のことか。だったら学園長が命令して辞めさせればいいじゃないですか。そうだよ。それが、私が教師だからこそ彼の行為を禁止できないのです。どういうことでしょう。どういうことですか。アーシェン・グロット君が生徒たちにばらまいたテスト対策ノートですが、あれは
事前に出題用紙や回答を盗み見るなどの不正行為で作られたものではありません。真面目にやったやつなんだ。ナイトレイブンカレッジ過去100年分のテスト出題傾向を徹底的に調べ上げ、自力で練り上げた虎の巻なんです。マジでめっちゃいいやつなのか。逆にすごい。そう、自分の力だけでそんなもん作るなんてやるじゃねえかあいつ見直してる場合か、ジャック。待てよ、つまり不正じゃないことが逆に厄介ってことか。ハウル君、良い着眼点です。教師の立場として一生徒が合法的な努力でテストの対策ノートを作ることは禁止できません。そして親切で友人に勉強を教えることもね。親切で禁止したら勉強するな、ダチと協力すんなって言ってるようなもんだな。厄介だ。いやー、なんかそこまで計算済みなんだろうな。その通り。そういえば学園長、さっき今年も商売を止めることができなかったって言ってたっすよね。言ってた。去年もやってたってことかな。まさか去年もこんなことが。ええ、去年はまだ彼の対策ノートの評判があまり広まっていなかった分、これほど大きな騒ぎにはならなかったんですが、あ、そうなんだ。今年はテストでいい点が取りたいならモストロラウンジへという噂が学園中に流れていたようで。やばいな。でも契約違反をすればどんなひどい目に遭うかは、強固な守秘義務があって広まらなかった。ああ、そういうことね。そのようです。結果今年はアーシェン・グロット君と取引する生徒が続出、全学年全教科の平均点が90点を超える事態になってしまったというわけです全教科の平均点が全て赤点になるよりはマシですが、しかし、ずるずるなのかな。勉強はしてるしね、開いた口が塞がらない。じゃあ去年あいつとの勝負に負けたやつは未だにずっと能力を取り上げられたままってことか。そういうこと？それが彼は去年生徒たちから取り上げた能力を元に戻すことを条件に、何したんだろう、学園内でモストロラウンジの経営を許可するよう私に交渉してきたのです。すごっ。はあ？ナイトレイブンカレッジは優秀な魔法師を輩出する歴史ある名門校。それなのにささやかな魔法しか使えない生徒ばかりになってしまっては困りますよね、学園長。ささやかな魔法そこで私から一つご提案が。何？あなたにとってそんな話ではありません。アズール商売人だな本当。といった具合に。なんつう野郎だ。学園長を脅して取引なんて、あのレオナ先輩が近づきたがらないのもわかるぜ。しかも売り上げの 10% を学園に上納するというウィンウィンの関係まで提案してきて、もう文句なしって感じじゃない？って、あんたもうまい目に合ってるじゃないですか。ああ、今年は一体何を要求されるか学園乗っ取られるぞこれ。バカな生徒、いやかわいそうな生徒たちのためなら私はまた彼の要求を飲んでしまうでしょう口が滑るよね、学園長たまに。私優しいので、アーシェン・グロット君は真面目に勉強し、その知識を慈悲深くも他の生徒に教えているだけ。グルなんじゃないかと思えてきたんだけどこんなにフォローする、まあ、解釈、拡大解釈だけどさ、これ ただのなんかグルな気がしてきたわ。教師としてはやめるよう強く言えません。
なんでこの学園にはちょっと問題がある生徒ばっかり入学してくるんでしょう。頼まれそう。嫌な予感。というわけで来たよ来たよ。これこんなことはやめるようアーシェングロット君を説得してくれませんか。ほら来た。無茶ぶりやめて。はあ、最近オンボロ寮の食費が非常にかさんでいるんですよね。懐が寒いな。出たよこれも。最悪だわ学園長。誰かさんを元の世界に戻すためのリサーチをしているせいで問題解決に割く時間もなかなか取れないし。もうわざとらしい。あ、いえ気にしなくてもいいんですよ。私優しいので。この教師にしてあの生徒はありって感じだな。本当その通りだよ本当に。やるだけやってみますよ。そうですか。あ、引き受けてくれますか。さすが私が見込んだ監督生です。お前。じゃあ私は忙しいのでこれで失礼。くれぐれも頼みましたよ。もう茶番だったよ今の。本当に学園長本当に神出鬼没だな。で、具体的にどうするつもりなんだ。お前の言う通り、やめろと説得したところで素直にやめるとは思えねえが。そうだよね。どうしよっかね。調査の基本はターゲットの観察から。ああ、狩りの基本は相手をよく知るところからだ。お前、分かってんじゃねえか。じゃあ今回のパートナージャック君かな。頼もしい。それにエースたちも少しくらい痛い目見て反省した方がいいしな。始まったって感じですね。楽しみです続きが。またなんか戦闘とかもだんだん難しくなってきましたね。はい、ってことで今回はこれで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローよろしくお願いいたします。ではまた動画でお会いしましょう。バイバイ。